皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はこれですよ。これこちら、これ見たことありません？これ TikTok でね、よく出てくるんですよ。この液を塗るだけで、綿棒でこするだけでほくろが取れるというね、なんか素晴らしいものが出てるそうなんです。で、私は気になって気になって買いました。はい、すぐ届きました、代引きでね。今回実際に使って検証していきたいと思います。で、ちょっとね、思ったんですけど、私ほくろとそばかすが結構売りではあったりするので、ちょっとこっちは消しちゃうと、もうほんまに取れた時結構やばいなと思ってるんですよ。なので、ちょっとここやっておこうかなと思います。こっちはちょっと置いときます、お気に入りなので。はい、入れ物はこんな感じですね。チューブ型になってます。じゃあ開けていきます。めっちゃ薬用みたいな匂いする。クリームは、あ、こんな感じ。どうする、これで取れたら。どうするよ、これで取れたら。これ取れたら、もう私そばかす全部取れたらやばいかもしれへんで。で、塗ります、こすります。めっちゃ匂いする。いきますよ、3、2、1。でしょうね、でしょうよ。これでスッて取れたらレーザーなんていらんもん。あの広告は相当持ってるよ。ちょっと期待してたけど、全く薄くもなってない。あんな一回で取れるはずはないよね。ちょっと調べてみようかな。なるほどね、そういうやつなんや。全然使い方が違うわ。1日2回イボって書いてる。これイボ取りなん？イボ部分に塗布します。ほとんどの場合15から20日以内に自然に脱落しますって取れるってことかな。って感じやんな。全然違うやん、広告塗って取れてたやないかいって感じなんですけど、まあどちらにしてもちょっと気になるので、1日2回を15日から20日間ぐらい頑張ってちょっとつけていきたいと思います。それで実際に取れたらすごいよね。これ検証していこう。ただね、今ねちょっとね塗ってみたら、ちょっとひりついてきてる。ヒリヒリする、こすったからかな。ちょっと頑張って塗っていきます。一応念のため、このほくろとお別れしておきましょう。皆さん、見納めして。私、これ夏の大三角形なんです。私、顔に星座があるんです。北斗七星、夏の大三角形、北斗七星は置いときたいと思います。でも夏の大三角形はもういなくなるかもしれない。見納めしてください。はい、3日目です。塗ってますが変化なしです。3日目です。塗ります。本当に取れるんでしょうか、このほくろ。え、4日目です。特に変わりないですね。未だ変化は見られません。1週間経ちました。ニキビもひどいけどね。あ、そのネイルちょっと撮影やったからボロボロなんやけど、塗ります。でも今のとこまだ全然変化なしですね。2週間経ったんですけど、今のところ全然ほくろ変化ないですね。うん、薄くもなってないって感じです。続けて塗ってますけど、でなんかちょっと塗るとヒリヒリする。最近3週間が経ちました。濃いね、濃い。うん、キノコぐらいの色やね。はい、というわけでですね、あれから4週間経ちました。塗り続けたわけですよ、2回に分けて。これを塗り続けたんです、私。取れると信じて、取れると信じて。なのに、どこが薄くなってんの？取れてない、全然。ほんまに全く薄くもなってない。ちょっとは薄くなるかなって思ったけど、それすらなかった。
結構さ、こういう広告ってよくあるじゃないですか。 TikTok とかインスタとか見てても、もうなんかめっちゃ毛穴とかの凹凸があって、ファンで塗ったら一気にツルツルになるみたいな、あんなんとかで、このこれ以外でもこれなんか削ったらほくろ取れるみたいなさ、そういう広告が常に出てくるわけ。それってさ、ちょっとなんか盛りすぎてるなって思うし、本当にこうさ、このほくろが綺麗で取りたいなっていう方とかが勘違いして買っちゃうなって思うんですよ。まあもちろん人にもよるので、違いに言えないですけど、私は効果が感じられなかったです。これちょっとすごいなって思ったものでも、口コミとか見ずに買わない方がいいなって思った。私は買っちゃったからさそう、まあ、こういう広告っていっぱいあると思います、こういう商品って。なので、もしこれってどうなんですかっていうものがあったら、私に言ってください。ちょっとマリリンさん、これちょっと怪しくないですかねっていうのがあったら、もう私に言ってきていただければ、今後もこういうのたくさんあるので、いろいろと試していきたいと思います。それを動画にしようと思うので、こういうの気になってるっていうのがあればコメントしていただけると嬉しいです。まあまあ、でも私の大好きな夏の大三角形がこの肌にとどまってたということなので、まあよしとしましょう。ということで、今回はこちら、広告で出てきたほくろ取れるクリームの数週間にわたっての検証でした。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバーイ。